料理を食べた者は全員30分以内に中毒症状を起こすぞ。症状としてはどの程度でしょう？非常に重いね。まず熱っぽくなり、喉が渇く。そしてビールスが浸透するにつれてめまいが起こり、発疹も出て痒くなる。それから毒が中枢神経組織を侵して筋肉が痙攣を起こし、よだれや鼻水が出る。その頃には消化器官が完全に麻痺し、腸にガスが溜まって自然に放出される。そして最後に哀れな被害者はかかしのように倒れて終わりだ。私は客席へ戻る。二重便聞こえるか？こちらシカゴ。二重便応答しろ。スティワーデスのエレーヌ・デキンソンです。オーバー機長が失神しました。副操縦士もナビゲーターも倒れてしまいました。助けてください、オーバー。ラジャーエレーヌ、シカゴ管制塔のスティーブ・マクロスキーだ。そのまま待て。離陸を中止しよう。付近に一機も近づけるな。508便はそのまま着陸させろ。はい。緊急連絡、ロスアーツの全便に食事のサービスを中止させろ。管制官は全員配置につけ。大変な夜になるぞ。コーヒー飲むか？いいえ、結構。ロッキーから東の全ての飛行場の気象状況を調べろ。急いでくれ。あの飛行機が降りられるところを全部リストアップしろ。スタン、上行って滑走路の青写真をもらってこい。ペリーは外行って救急設備を点検して。はい。主任、ロッキーの東側はどこも濃い霧で覆われています。着陸は不可能ですね。シカゴへ来るよりありません。せっかくの禁煙もこれでパーだ。任せられる人間はいないかな。あの飛行機を知り尽くしていてプレッシャーにも負けんやつだ。ミスターロジャーズは X クレーマーしかいない。エレーヌ、スロットルの横に速度計がある。それでスピードを見ろ。時速520マイルです。よし、いいぞ。さあ、次は高度だ。速度計のすぐ下の右側にメモリがついてるだろう。それがそうだ。1万500メートルです。待ってください、1万メートルです。いや、また下がりました。どんどん下がってます。どうして下がるんですか？大変です。オートパイロットの空気が抜けてしぼみ始めました。エレーヌ、落ち着くんだ。オートパイロットのベルト付近に空気弁がついてるだろう。それが手動の空気吹っ込みノズルだ。そこから空気を入れろ。パイロットは何をしとるんだ。